7番オグリキャ、ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。行ってくる。年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念、あなたの夢、私の夢は叶うのか。このレース最も人気を集めているのはタマモクロス、一番人気です。この評価は少し不満か。二番人気はこの子、スーパークリーク、注目の天皇賞馬娘オグリキャップ、4枠7番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは16番、1番、12番、苦しい戦いを強いられているタマモクロス。ここからどう出る。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭は1番、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは12番。激しい先頭争い、外を回ります。16番、4番手にオグリキャップ、それを見るように KM オペラを。まずは1周目、正面スタンド前に上がっていく。少し離れてスーパークリーク、さらに8番、内から内から。6番、外にはメジロマックイーン。2馬身差、5番、1馬身離れてナイスネイチャー。1馬身差、3番、ジンボリルドルフ。並んできた、そのうち並んでタマモクロス。後方2番手に13番、成田ブライアン。現在シンガリラ、1コーナーから2コーナーへ向かう。12番、会長に飛ばしていきます。順位を振り返っていきます。現在1番手は12番、差がなく1番、内を回って16番、その後から KM オペラをオグリキャップ続いている。それを見るようにスーパークリーク、1馬身離れて6番、外にはメジロマックイーン。さらには8番、外から外からナイスネイチャー。3番、並んできた、少し後ろから5番、少し離れてタマモクロス。それを見るようにジンボリルドルフ、内で13番、成田ブライアン。最後方からのレースになりました。2コーナー回って向こう正面、先頭は相変わらず12番、続きました1番、残り 1000m を通過。外から外から KM オペラを、少し離れて16番オグリキャップ追走。さらにスーパークリーク、その後ろ6番、内の方からメジロマックイーン。外を回ってナイスネイチャー、すぐに続いて3番、少し離れてタマモクロス。内をついて8番、そして外目をつきましては5番、その外並んでジンボリルドルフ。さらには成田ブライアン。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。オグリキャップ、ここで抜け出した。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはオグリキャップ。オグリキャップスーパークリーク、天狗オペラを。三つどもえの戦いです。200を通過、追いすがるスーパークリーク、オグリキャップわずかに先頭。オグリキャップ譲らないか。オグリキャップ今一着でゴールイン。夢のグランプリを制したのはオグリキャップ。年末最後の大一番を制し、栄光のセンターの座を手に入れた。2着はスーパークリーク、3着はシンボリルドルフ。よし、お腹が空いたな。